クリーンルーム内部クリーンルームで使用される保護衣の代表例の一つ。床がグレーチング構造で開花に気流が透過する点も注目点である。クリーンルームとは空気清浄度が確保された部屋のことである。防塵室とも言う。電子工学、生命科学、医療、食品産業等でそれぞれに要求仕様があり、それに応じたクリーンルームの対応がある。 ジス Z8122 では、コンタミネーションコントロールが行われている、限られた空間であって、空気中における、浮遊微小粒子、浮遊微生物が限定されて、正常度レベル以下に管理され、また、その空間に供給される材料、薬品、水などについても要求される正常度が保持され、必要に応じて、温度、湿度、圧力などの環境条件についても管理が、 行われている空間と定義されている。建設中の半導体製造工場用クリーンルーム、電子工業用途で、半導体集積回路、液晶パネル、プラズマパネル、マイクロマシンなどの製造工場においては必須となっている。これは、集積回路の焼き付け工程において、人内が隣接する回路との短絡あるいは欠損を引き起こし不良が発生するため、 正常空間での作業が必要とされるからである。他に精密機械などの製造工場がクリーンルームとなっていることがある。このような工業品の製造工程で用いられるクリーンルームを工業用クリーンルームという。主としてバイオテクノロジーの分野で用いられるクリーンルームをバイオクリーンルームという。 主に空気中の浮遊微生物の管理が重要となる。生命科学、医療用途手術室、医薬品や化粧品の製造所、滅菌医療機器の製造所や滅菌室などがクリーンルーム化されている。人愛を排除すれば、細菌類も排除できるため、手術室などを正常化すれば、細菌に起因する汚染を予防できるという考え方に基づいている。 空中浮遊菌数と空気正常度の5.0メートル以上の粒子数はおよそ比例傾向にあることが多いためクリーンルームとして空気中の浮遊微粒子数を制御している。ただし細菌類は単純に空気正常度の未制御すれば抑制できるものではなく定期的な殺菌消毒やクリーンルームの運営方法、人員の入退室方法を適切に管理する。 必要がある。食品用と細菌を含め、異物、虫などの混入が許されない環境で、食品製造を行うことが、品質確保の面で必要な場合に、調理場や製造ラインを、クリーンルーム化する場合がある。室内の空気清浄度を管理する、クリーンルームとは直接関係しないが、放射性物質の取り扱いや遺伝子組み換え実験、等で、有害物質が、 外部に持ち出されることのないよう、建屋の遮蔽と排気の陣害、排水、廃棄物の有害物質を除去する設備が要求される場合がある。管理物質を封じ込めて外部に拡散しないという点で、基本的にクリーンルームと構造上同様の設備を、休排棄、休排水に関して逆向きに設置することとなる。生物的な用途では、バイオハザードルームと呼ばれたりする。 空気中の塵埃を除去するため、建屋内で閉鎖された構造の区画に、超高性能やフィルターを通じて、空気を送り込み、排気経路から流出する空気を、建屋外に排気、または、建屋内で循環させる旧排気システムを備えている。旧排気システムは用途に応じて、気流の制御が行われ、一方向流式、非一方向流式がある。 この図の他に作業室の床をグレーチング構造にして気流を開花に透過させる縦屋構造が用いられることがある。電子工業用途での採用が多い。吸排気システムでは室内の圧力管理も行い外部からの塵埃の流入を防止するため室内気圧を外気圧より5から10パスカル程度大きく使用圧とする。ただしハザード用途の場合は 室内気圧を外気圧より若干下げ陰圧とする。冷暖房も必要となり、特に電子工業用途では露光装置の寸法精度を確保するため、温度、湿度の管理が必要不可欠となる。クリーンルームでは内部での人埃の堆積防止、清掃の容易性、フィルター交換の維持管理の容易性など、建屋の構造にも考慮が必要である。 旧廃棄システムが一方向の垂直流式では、作業室床化がダウンフローの気流を透過するグレーチング構造にして、作業室下の開花に陣愛を落下させる構造が採用されることがある。天井の吸排気装置のメンテナンス用に、天井裏は十分な高さが用意されることが多い。また、特に正常を要求される。 小さな領域をビニールカーテンなどで覆って正常度を上げる工夫も行われる。外部との入退室には2つの扉の間に正常空気によるエアシャワー設備を置いた二重扉の出入り口を設ける。衣替えや材料の準備などを行うために全室が設けられることがある。火災などの発生時には非常口が設けられている場合もある。正常空間を作り、 維持するための条件として以下の原則が挙げられる。微粒子を持ち込まない。微粒子を発生させない。発生した微粒子を速やかに排除する。微粒子を堆積させない。人間は衣服や人体そのものから大量の人害を発生させるので全身を覆う専用のクリーンウェアやマスクを着装し、二重扉の出入り口で正常空気のエアシャワーを浴びて、 人愛を落としてから入室する。出入口の床には粘着マットが敷かれ、靴底や装置仮面の人愛を除去する。物品の搬入もドアの開閉時の外気からの人愛流入を防ぐため、パスボックスを用い二重扉の間でやり取りする。CR 内では人愛の発生は禁忌であるため、使用できる用具には特殊なものがある。紙はわずかな繊維も人愛となるため、 発人を抑えた、クリーンペーパーを使用する。また、鉛筆や、シャープペンシルも、芯から発ゴみするため、使用不可であり、持ち込みが禁止される場合が多い。ボールペンもノック式ではなく、キャップ式を用いることがある。清掃も、水道水や洗剤を用いると、水分蒸発後の残留成分が人愛となるため、テフロンワイプを超純水やエタノールで湿らせて拭き取る。 ことが多い。防塵服の洗濯は、専用の洗剤を用いて、他のものと分けた、防塵服専用の洗濯機で行う。どの程度の人害を許容するかの指標として、1立方フィートあたりの空気に、流径0.5メートル以上の人害がいくつあるかの、数字で表すことが多い。医療、食品関連の CR であれば0.5、 メートル以上の粒子を対象とし、産業用は0.5から0.1メートル以上の粒子を対象にすることが多い。通常の静天時の外気は、クラス100万程度に相当する。雨天時等は極端に粒子個数は低下し、60万から20万個、CF 程度まで低下する。また、市街地であるか山間部であるかによっても大きく、個数濃度は異なる。 クラス100といえば、100個 CF しかないので、病院のクリーンルームであれば、バイオクリーンルームと呼ばれ、産業用 CR の場合は、クラス1、スーパークリーンルームなどと呼ばれる。もちろん、それ以上の大きな人愛はゼロに近くなくてはならない。最近は、人愛量に加え、ガス成分、静電気、電磁波なども管理の対象となることがあり、医療。 食品産業用の場合は、浮遊微生物も対象となる。クリーンルーム内での作業や取り扱い、管理業務には、規模、用途に応じた資格とされることがある。特に半導体プロセスでは、材料ガスとして、常温常圧で、自然発火するシーラン、ホスフィンのほか、水素、高純度酸素等が用いられるため、火災、爆発には注意が必要である。 また、これらの他にも不活性ガスの窒素、アルゴン等も用いられ、すべてのガス類がすべて低温の液体として保存されるため、高圧ガスの取り扱いに関する注意が必要である。他に洗浄工程、加工工程で、強酸、強アルカリを使用するので、これらも注意が必要である。ありがとうございます。